黄身色にしといて。うん。何買おうとしたんだっけ。あ、シールだ。つっても100均の間に合うのかな。あ、じゃあシールじゃなくて、そう、マジックでいいって思ったんだ。完全に閉めたのかと思ったあれ。分かりづらい、ね、閉められちゃうと一声くれればいいのに。食前に、ふう、あったかいのもいけて、ふう、楽しかった今日も。うん、よかった。時間寝てるかな、うん、程よくね。布団に昨日早く入ってもなんか全然寝れなかったから、結局寝つけるの1時ぐらいとかなっちゃう。俺酒飲めばすぐ寝るってことだった。会社の人と遊び行かなきゃいけないのか意味わからん。っていうか、俺本性知らないやつは結構参加するってやったらしいけど、まあ軒並みやめてくでしょうね。あの性格じゃ。俺はね絶対嫌だから。ちょっとなんです。あれ結構うざいよマジで。そのなんか子供みたいなことやってくるやついるじゃん。上司というか大人で、なんかこいつガキなのかなって思っちゃう。あとダブルスタンダードね、ダブスタってやつ。ダブスタばっかだ、バカだ。なんかさ偉そうな部長が言うじゃん、こういう風にやった方がいいと思うよで自分の意見みたいな感じで言うじゃん。出たよダブスタみたいな。目に見たような感じ。お前の意見じゃないじゃん、それ。まあでも無理だろうな、車のやつ。結果は出せないと思う。だって相手を認めてないと思う。強い相手をまず認めるとこからやんないと。っていうステップがもうそもそもぐっちゃぐちゃなんて叶わないと思って。そりゃそうでしょ、強い相手を真似るでしょ、普通。なんか独自のやり方でやっていくとか言ってるからさ、そりゃ勝てないよなと思っちゃう。
俺はちょっとなんか独りよがりみたいな感じになってるからやめたってなるけど。いや。挨拶してこなくなった。いい人っぽい人。さすがにその部長さんはやってくる。俺はあんまり好きじゃなかった。正直言うと、あの空気が。でもね、辞めるだろうなと思ってたと思うよ、その部長も。言わないだけで。前の社長ね。うん。うん、俺は無理だと思う。無理。本当に無理だったから。結構だるいよ。削って痩せるんだもん、最強だよ。コスパ最強だよ。ちょっとご上級の目指しますんで。甘いね。ちょっとこの腹のね、出っ張りを減らしたいんですよ。でもおかしかっちゃうんだよね。職場のね。でもそれぐらいはやんないとストレスなる食の制限って。そうなんだよね。うん、そうすると反動でかくなるから、そこは買って食ってもいいと思う。いや、あのね、ひねり線が最強すぎるんだよ。うまいんだよ、あれな。あれにはかなわん。お菓子一袋食べるんだったら、買わなくちゃ、今日。ご飯の量を少し減らすとか、そういうメリハリやればいい。無理だった、それやったけど。そうか。うん。まあ、そうやってるけど。いや、持たない。後半、特に6時、7時。それがおにぎり持ってくる。いいな。あ、いいにした方がいいかもな。後半用の職場終わり。CM 全然見なくなったな。